はい、よろしくお願いします。今回は中学校国語単語丸一をお送りします。で、前回まで文節をやってきたので、ここから単語を、ね、何本か動画やっていきます。で、今回は問題は5問だけです。なので、まあ、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、全部解説しながら動画ね、問題解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番の方から問題解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、一番最初、このね、国語シリーズの一番最初の時に言葉の単位っていうのをやって、で、単語っていうのは一番小さい単位です。まあ、このポイントの中にも書いてありますけど、単語っていうのはそれ以上細かく分けることのできない言葉の最小単位です。つまり一番小さい単位で、今回はそれに切っていくんです。まあ、文節みたいにこうやって切っていく。だから例えばこの1番で、次の文の単語の切れ目にこう斜め線をね、書いていこうと。で、公園でサッカーをする、これを単語に切っていきます。で、これはあのね、文節ってあったでしょ。だからこの公園でね、サッカーをね、するね、みたいな切り方で、それよりもっと細かくするっていう風に考えてくれれば大丈夫、単語に関しては。だから慣れるまでは一回文節で切ってもいい。今みたいに公園でね、サッカーをね、するねって、これが文節の切り方な。で、それよりもっと切る。で、これどう切るかっていうと、例えば公園でってあるじゃん、これを公園とでに切るの。ここに1個入るの、単語で切る場合は。で、サッカーをっていうのもサッカーとをに切ればいいんです。で、するっていうのはするでも1個の意味になしてるんで、これは切らない。もちろん公園もこうと円とかには切っちゃダメだよ。公園って1つのものだから。サッカーもそうね、さとかとか切らないからね。いい、こういう風に切っていく、これが単語の切り方で。ちょっと2問ね、やっちゃいましょう、一気にね。次が妹とパスタを食べるです。で、これも最初じゃあ文節で切ってみよう。妹とね、パスタをね、食べるねと切ります。文節だったらね。で、そこから妹とってなってるので、これを妹ととに切ればいい。だからここに1本入る、単語で切る場合はね。で、パスタをっていうのもパスタとをに切ればいいんです。で、食べるっていうのは1つの、食べるって分かることのことだけなので切らない。ここは食べとるとかに切んなくて大丈夫です。で、次、その店は坂の上にあるだね。で、これもそのね、店はね、坂のね、上にね、あるねと切ります。文節だったらね。で、こっからそのってのは切りません。外のに分けなくていいからね。店はなので、店とはに分けます。で、坂のも坂とのに切ります。上に、これも上とにに切るんです。で、あるは切らない、ここから。これが単語の切り方で、これは個人的な意見だけど、この今みたいに文節で切るでしょ。で、その後に店はだったら店とはに分ける、サッカーをだったらサッカーとをに分ける、これね、慣れてくるとできます、結構。で、もちろん文節の時みたいにこの後、まあ、ここはね、まだ出てこないですけど、次の動画から特別な時のルールっていうのも出てきます。だから基本的な切り方を覚えて、特別な場合を覚えていけば単語もちゃんと切れるので、ひとまずね、こういう風に切っていくんだっていうのを覚えておいてください。いいかな。で、次のポイントで、ここで大事な言葉がきます。単語って今やってきたでしょ。で、単語には2種類あって、それがまずここ、自立語です。自立語。そしてもう1個が付属語って言います。この2種類がある、これ言葉覚えておいてください。で、自立語と付属語が何なのかっていうのは問題解きながら説明していきます。いい？自立語と付属語、まず言葉を覚えようね。で、4番5番に関しては次の文の自立語と付属語を書いていこうっていう問題で、自立語そして付属語を答える場合にはまず単語に切らなきゃいけないんだよ。単語に切ってから、あ、これって自立語なんだ、これって付属語なんだって分けていけばいいので、まず切ります。だからこれ切っていこうか。で、また文節切りからいこうかね。部屋でね、国語のね、問題をね、解くねとなります。で、こっから部屋でなんで、
部屋とでに分ける、国語のだから国語とのに分ける、問題をだから問題とおに分ける。いいね、これが単語の分け方で、ここから分けます。自立語と付属語で、これね、参考書とか例えばみんなが使ってるワークなんかにはおそらくだよ、自立語っていうには、あ、これ自立語っていうのはそれだけで文節を作ることができる、また文節の始めに来ることができるみたいな書き方がされてます。で、おそらく付属語に関してはそれだけで文節が作れないとか、なんか自立語の後にくっついてるみたいなことが書いてあると思います。けれど、ざっくりいきましょう。ここはね、もちろんそうやって覚えてもいいんだけどね、ざっくり言うと自立語っていうのはそれだけで意味がなせるんです。意味があるの、意味がわかるっていう。なぜかっていうと、自立っていうのはそれだけで、まあ自分で立てるって意味なんで、その自分自身だけで意味がわかるっていう状態なん、自立ってね。だから例えば何かっていうと、これ部屋って言われたらみんな部屋ってわかるでしょ、だから自立語なの。でも、でって言われてもそれだけで意味がわからないじゃんか、だからこれ付属語になります。で、国語意味わかるね、だから自立語、のだけじゃわからないから付属語、問題はわかるから自立、をだけじゃわからないから付属、解くっていうのもわかるじゃん、あ、何かを解いてるんだっていう状態がわかるので、これも自立語になります。こうやって分けていく、自立と付属はね。じゃあまず答え書いていきましょう。で、自立なんで、まず部屋ですね。ちょっとこれね、待ってて、部屋でしょ。で、次、国語。ちょっとこれね、青の先になんか、あれだな、乱れてるな。国語、そして、問題と、で、最後、解くだね。これが自立語です。で、付属語はさっきね、意味がわからない。でとのとおか。だから、でとのとおと。これが付属語になります。で、最後。机に大きなカバンを置く。だね。じゃあ行きましょう。まずね、文節で切ろうか。机にね、大きなね、カバンをね、置くね。だね。で、ここから切っていきます。で、机になんで、机とにで分ける。大きなは分けません。これだけだよ。で、カバンをは、カバンとおに分けます。で、置くは分けれないんで、このままにしておく。で、こっから意味が分かるもの。まず自立語からいきましょう。机、これだけで意味が分かるので、机でしょ？で、大きなっていうのも何かが大きいんだ状態が分かるので、これも自立語になります。大きな。で、カバンももちろん分かる。カバン。で、おは分からないんで、置くだね、あとね。何かを置いてるんだっていうのが分かるので、これも自立語になる。だから残りの分からない、に、そして、お、これが付属語。にとおだね。というふうにやっていってください。いいかな？なので、今回はまず単語の分け方です、これ。で、これと今回の問題は全部文節で切ってから分けましたけど、慣れてきたね、子は、あとわざわざ分けなくていいです。最初から単語で切っちゃって大丈夫なんですけど、慣れるまでは文節切りをした後にまた細かく分けるとね、正答率というか、当たる率が上がると思いますんで、やってみてください。で、もう一個は自立語と付属語です。で、これはよく出てくる言葉なので、これしっかり覚えておいてね。自立語が何なのか、付属語が何なのかって覚えてもらって、で、次の動画からちょっと特別なルールをね、またやっていきますので、まあそっちの方もね、見てもらえたらと思います。では、今回は中学校国語、単語丸一をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回は、さっきも言ったように、ちょっと特別なルール。ってことで、単語丸二をお送りしますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。